された重さのポケモンを探せーよいしょもちとレイ。はい、ということでね、はい、まあ今世の中はですね、軽ウイルスによって自粛モードですね。そうですね、あの自宅にいろという、まあ、期間なんでございますけれども、はい、まあ、そんな中でもまあ楽しめるね、あのゲームあるかなと思って、まあいろいろね、そのモンハンとかいろいろあると思うんですけど、ポケモン GO皆さん覚えてますか？伝説の爆流行りしたね、一時期に。そのね、ポケモン GO を、まあ、なんとかね、自宅で遊ぶ方法ねえかなって考えた結果、まあ、意外と家にいてもポケモン出るんですよ。うん、ルールなんですけど、キログラム数を、ね、あの指定します。で、その誤差1キロ以内のポケモンが出たら、その人は上がりです。全国ね。うん、そうです。上限。なるほど。ということで、今回は指定されたポケモンを探そうです。やっていきましょう。はい。ということでね、皆さんチュートリアル終わりましたか？やってまーす。まずはあれだね、指定しますか、重さをね。そうだね、はい、まあ、大体さっき調べたところ、そのまあちっちゃいポケモンいる、ちっちゃいポケモンね、うん、はまあ10キロ未満のことが多いですね、うん、まあ、なんで、ちっちゃいポケモンはね、いるんですよ。でそれで5キロとかやってしたら多分すぐ出ちゃうんで、10キロ以上にしましょう。あー、確かに値をね、うん、これ分です。12キロ。あーあー、まあ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 。もち。もうかん。じゃあ俺18。おお。シャバ。いや何が、12の方がシャバいぞちなお前。はい。15。おお。じゃあ20でいきます。おお。100いけ。伝説のポケモンです。捕まえろ。やっていきましょうかい。よーし。早いもん勝ち。早いもん勝ちです。いや、これいるの捕まえていいの？いるの捕まえていいっすよ。いきまーす。はい、まずグレックですね。5位捕まえた。もういきなり、いきなりクリア説あるんじゃない？グレックちょうど良すぎる。そうなんで。ちょうどいい。あああ、え、なになに、はい、え、ああえ、ああハルキ、なんですか？あー、ダメです。え、ダメ？違うんだ、人によって。僕はダメでしたね。ちなみに俺のは12キロ44グラム。まあ俺 19.45 なんだ。俺も 19.77 で18キロだった。マジで？あ、18キロはギリだ、ね、ダメだ、ギリだ、ダメダメダメ。レイは14から15.16万。そうだね。うわ、上がっちゃいそう。21。うわ、なんか結構ね、個体差出るんだね、やっぱり。あ、そうね、すごいな。15.24。これあるぞ。頼むって。1キロナイスナイスナイス。1キロ1キロ。おーい、48.74。えー、重っ。あー、18.71。あぶねー。結構個体差出るんだね。9キロー。えあー、ボブの逃げられた個体差でしょ。グレックル熱い。いや、グレックル熱いから。グレックル熱くない？グレックル、グレックル熱い。あ、え、来ました。僕グレックル、あの18キロって言ったんですけど、はい、このグレックル 18.44 キロ。おー、ちょっと噛んじゃった。 18.44 キロ。マジか、一抜けじゃん。一抜けだ。俺も抜けて、このクソゲーから。やった、終わった、やめよ。それな、あのお香を炊く。あ、お香を炊こうぜ。強玉毛竹、玉毛竹483もある。いや、いいな、それ重いじゃん。重いってない。あー、そういうこと、中身が詰まってっから。食べようとすんの。時計も、あ、ビリビリ玉いるわ。ズゾン、さっきね、XS だったからワンチャンあると思うんだよね。いや、ビリビリ玉あるぞ。ノーマルサイズだったらある。捕まれ。おい、来た。はい、来た。よしよしよし。ミャンミャンミャン。ある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 。ちょっと前でよ、絶対来るから。 12.74。 マジか。やっとやめれるよ。おい、マジかよ。続けよ、ちょっと続けよ。楽しくなるな。うん、来い、ビリビリ玉。いや、ビリビリ玉熱いよ。野球部頼む。いや、おや、おや、おや、え、おや、なに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 これ、なこれ、あ、メタモン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 来た。え、熱いんだけど。メタモン熱いの？メタモン熱い。なんか熱いんだけど。15だっけ。え、6.4。絶対ビリだったらあっちゃう。なんでメタモン来た。ちょっとレアなやつ。お、来た。なんでそんな来るの？ドンベル。なんで俺来ないの？俺の母親見てん。31キロ。そりゃそうだ、お母さんだもん。悪お前ら。じゃあグレックル、
そう。ああ、熱い。なんでお前がくるくるくるだよ。13.6。ああ、すごい。あ、ビリリ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 来た。ビリリ。ん？ビリリなんか2個あん聞いたみたいな。聞いたみたいになってるぞ。メタもうざすぎる。よーし。せっかくのビリリをよ。あ、ビリビリビリリ金玉2個。絶対これどっちかメタモンだろ。シータはメタモン、メタモンじゃねえよ。ビリ玉2個で。確かに。はい、捕まえます。やばいやばい。ブイッチ、はい、よ。あマジでうせえよこいつ。めっちゃおもろい。もう一体めっちゃおもろい。おや、おやがいっちゃう。おや、世界一、おや、おや。あーやっちまったよ。やっちまったんだね。なんでメタモン来る。お、グレンクル来た。あー、うわーい、これ来た。もらいました。頭同然かな、それは。いきます。来い。おわうわぁ出ちゃったよ。めっちゃ嬉しい。やっちゃってるよ。めっちゃ嬉しいよこれ。第3回ですけど、やってください。何？ポケモンマスター、ポケモンパンレビュー。ポケモンパンレビューします。まあ、ツイッターがないから、まあ、ノスのツイッターが誰かのツイッター公式のやつでいいやん。おぉ、そうですね。公式のやつ、まあ、2分以内にレビューしてもらう動画が上がります。はい、上げます。まあ、今回ね、ポケモンがやっていったんですけれども、画角変じゃない？なんかなんでこんなバランス悪い？もっとそっちや。まあ今回ね、ポケモンがやってきたんですけれども、まあ、今回やってみてね、すごいポケモンがね、自宅にいてもたくさん出たということだよね。まあ確かにね。くれぐれもメタモンには気をつけましょうということで。さよなら。